はい、どうも皆さんこんにちは。 TI クランのプライスと申します。ちょっと今回の動画ね、僕自身言いたいことがたくさんあるので、しっかり原稿を用意して珍しく動画を撮っております。で、話す内容に関しましては、スプリット1のランクマッチでのグリッチ問題の運営の対応が問題があったかなかったかっていう話です。で、これに関してはね、めちゃくちゃツイッターでもね、話題になっておりまして、で、こちらをね、グリッチ問題、柴原さんが配信で実際にこの問題提起していまして、で、それによってツイッターのトレンドにね、グリッチっていう単語だったりとか、あとエイペックスオワコンになるんじゃないかっていう心配の声も相まって、オワコンっていう単語がツイッターにトレンド入りしたりだとか、そういった感じでめちゃくちゃ議論がなされていました。で、その議論の中でやはりこの運営に対して、この運営の対応に果たして問題があったのかなかったのかっていうのも議論の焦点になっておりました。で、実際にこの、運営 の, 対応に関しまして、で、さまざまな批判だったりとか憶測だったりっていうのがめちゃくちゃツイッターにて書き込まれていました。で、今回はその運営 の, その問題の対応に関しまして、問題のね、ほぼ第一発見者かつ、通報した当人の、僕自身がその時系列をまとめた上で僕自身の意見を述べていこうと思います。よろしくお願いいたします。で、じゃあまずこの動画2つに構成を分けて、話していきます。まず、1つ目が時系列に関して、2つ目が運営の対応に問題があったかなかったかっていう話です。ではまずこの1つ目の時系列に関しましてですね、で、まず、このグリッチ問題最初に発覚したのが、3月16日ですね。で、この3月16日の時点で、レプリケーターを用いたグリッチが横行し始めます。で、これによって、一部の、プレーターラプレマス隊を回してた人たちが、ツイッターにてスクリーンショットを共に、問題提起し始めます。で、この3月16日の問題提起から約3日後の3月19日、運営が問題を認知し、やっとこれが運営に届いたわけですね。で、その上で、レプリケーター削除いたしました、3月19日に。で、そのレプリケーターを削除したアップデートから約6時間後に修正パッチを適用し、レプリケーターが復活いたしました。で、ここまでが、レプリケーターを用いたグリッチが横行して削除されるまでの話です。で、その同日3月19日、今度は、武器ホールドを使ったグリッチが発見され、 YouTube にこちらの、動画が投稿されます。で、これが、3月19日に投稿されまして、で、その後、3月21日に、僕自身の元にこのグリッチの情報が入ってきます。で、この武器ホールドを用いたグリッチは、レプリケーターと全く同じ作用をします。要するに内部エラーを起こしてサーバー自体をシャットダウンしてしまうんですね。で、これによって、そのサーバー内の、そのパーティーの1人だけが切断したという判定になりまして、で、それによってマイナス RP を食らう、他の人たちは敗北免除を食らうといった形になりました。で、これが、3月19日にこの動画がアップロードされて、その3月21日に僕の情報に情報が届いて、で、その情報を、その場で運営に通報しました。で、運営に通報したのは、リアム・マック・クルアーさんっていう、その、配信者と、コネクションの太い、EA の、社員さんですね。で、その人に通報して、で、1分後に、リアムさんから返信があって、で、その、修正チームにこの情報を送信しますというふうに話しておりました。で、しかし、ここで、運営の初動対応が遅れた原因があります。3月20日と21日は EA なんと営業しておりませんでした。もちろんここ、土曜日日曜日でしたので、あの EA はこちらのね、土日ということもあって営業していなかったんですね。で、それもありまして、で、あの3月21日に、情報を送ったのですが、その時点でね、EA が動き始めるのはその翌日の3月22日以降になります。で、その3月22日やっと、そのサーバーグリッチ、武器ホールドグリッチの情報が運営に届きました。で、そこからね、結果として3月24日の、午前2時スプリット2が開始しますが、そのスプリット2が開始されるまでに、結果としてこのグリッチは、修正されませんでした。で、まあそうですね、ここの間わずか、1日と、2時間、要するに26時間ですね。この26時間の間に結果として、この問題は修正されませんでした。はい。で、これが大まかな時系列です。だから、結果として、時間は、膨大には残されていなかったんですね。
で、この時系列を前提にしてこの運営の対応に問題はあったかなかったかっていうのを話していこうと思います。で、じゃあまず、前提として、少なくとも、このデバッグ作業にどれほどの作業量が必要で、でそれによってどれほどの作業時間が必要かっていうのは私たち、一般人または、ゲームプレイヤーには把握できないわけですよ。でこの26時間の間にこの修正が完遂できるかどうかっていうのが私たち一プレイヤーには全く判別ができないため、初動対応に問題があったかっていうのかは、僕らにはね全くそこはね判別できないわけですよ。でただですよ、ただ、運営側に問題は認知されていたわけですよ。なぜかって、3月22日の時点で、運営に情報は送信されていたからです。で、運営は認知していた。で、これによって何をしなきゃいけないかっていうと、ユーザーに対して公式アカウント、まあ、この公式アカウントっていうのは Twitter の、アットマークプレイエーペックスですね。この公式アカウントからグリッチに対する発言が一切ないのはおかしいわけですよ。なぜかってここまで被害を被っている人、または問題を認知している人がたくさんいるにもかかわらず、その運営がスプリット1でこういったことがあって、で私たちはこうこうこういうふうに対処しましたが結果として間に合いませんでしたとか、まあ、そういう釈明しかり、まあ、謝罪しかり、まあ、何でもいいんですけども、これのグリッチに対する発言が一切なのおかしいわけですよ。でプラスもし問題を、確実に認知していたのであれば、この事前に、初期対応ができなかったのであれば、事後に、まあこの問題の事後に、被害を被ったユーザーの救済、例えばスクリーンショット等で、マイナス RP を証明した上でそのマイナス RP を、補填するっていう、まあ、そういう作業ができたりだとか、あとは、スプリット1の延期自体はできたはずなんですね。でこのスプリット1の延期、まあ、ゲーム開発には、まあ、すべからくスケジュールが存在するわけですね。でこのスケジュールは存在しているんですが、このここまでの、ひどい問題かつ、大勢が認知していた問題が存在したのであれば、これはもはやスケジュールを変更してもいいレベルの案件なわけですよ。でこの事後対応に関して運営は全くしていなかったんですね。でこれを一切しないっていうのは明らかに運営側の怠慢だとも取れるんですね。で僕は少なくともそういうふうに考えてはいます。だから、こういった、まあ、初動対応に関して僕らがつべこべ言うのはおかしい話なんですけども、明らかに事後対応に関しては問題があったと、まあ、確信を持って言えるわけですね、ここに関しては。でただですよ、ただツイッター上で唯一グリッチに対する発言をした運営の人で、この運営の人って2人います。リアム・マッククルーアーさんとコナー・フォードさん。でこのコナー・フォードさんに関しては、ハイドアウト2、ツイッターにそのバン情報、まあ、チーターの情報を送ることでそのチーターをバンしてくれるっていう、まあ、そういったツイッターを運営している人がコナー・フォードさんなんですけども、このコナー・フォードさんとリアム・マッククルーアーさん2人だけが、グリッチに対して、まあ、ツイッター上で発言したわけですよ。でこの2人に対するツイッター上でのバッシングっていうのはこれは明らかにおかしいわけですよ。おかしいっていうか、まあそうだね、結構的外れなわけですよ。でこれなぜかって言いますと、彼らはそもそもデバッカーやシステムエンジニア、ゲームデザイナーではないんですよ。リアルマッククラーさんに関しては、環境エンゲージメントの、担当者で、コナーフォードさんに関しては、バンをする、まあ、その権限を持っている運営の人なんですね。だからあくまでこのデバッカーやシステムエンジニア、ゲームデザイナーではないため、全く彼らの責任ではないわけですよ、このグリッチが発生したことは。なのにもかかわらず彼らを引用リツイートだとか、あとリプライでなんかめちゃくちゃバッシングしたりとか、そういったことはさ、もう甚だおかしいわけですね。でしかもリアムさんに至っては初動で、僕が、動画の初動で説明したようにわずか1分でこの問題に対して返信してくれて、即運営本部に通達を送っているわけですよ。だからリアムさんに至ってはこの問題を認知して運営の中で、まあ、その表面上一番対応してくれた人なんですね。でこの2人に対して、まあ、その批判をするっていうのはおかしいわけですね。で、彼らはあくまで、一個人としてツイッターを使い、その一個人の意見を述べているまでなんですよ。例えばじゃあリアムさんだったら、そのスクリーンショットのような、ツイートをしたりだとか、あとコナーフォードさんに至っては、まあ、このグリッチを行った人をバンするっていう、彼らにはそれしかできないんですよ。でしかもそのグリッチが発生したそのデバッグを怠ったのは彼らの責任ではないわけで、でしかもプラスその彼らがツイッター上で発言したことをあくまで、なんかそうあたかも運営の総意だと捉えている人がいるんですね。
で、あのこの2人の意見があくまでその運営全体の意見だと捉えてる人がいて、でこれは多分その捉えてる人の知能が純粋に低すぎるか想像力が足りてないだけだと思うんですよね。だから、まあ、そういった、まあ、なんだろう、彼らには責任がないにもかかわらず彼らにバッシングするのはおかしいわけですよ。で、まあ、この動画の結論として何が言いたかったかって言いますと、まあ、事後対応に関しては明らかに問題があったわけですね。まあ、初動対応は、まあ、僕らにはね、そのプログラミングの内容だとか、あとその修正にどれくらい時間がかかるのかってわからないため、その初動対応に対して、まあそのバッシングはできないんですけども、事後対応に関しては僕が見るからにも、明らかに問題はありました。でただその鬱憤晴らしっていうのを一個人に向けてするっていうのは、それこそ皆さんの起立する APEX の民度を下げているに過ぎないわけですよ。で、文句があるならホームページから、案件作成できます。この APEX の、運営の対応に対する問題に対する、案件ですね。でその案件を作成した上で直接問題点をホームページから指摘した方が効率的であるわけですよ。という感じで今回はですね、そういった問題があったグリッチに対するその運営が、どういった風に対応したのか、で実際にこの対応に問題はあったかということについて、話していきました。もしこの動画参考になったって方いましたら、高評価と、ね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今回お送りしましたのは TI クランのプライズでした。またね、バイバイ。